中原定次郎記念旭川市彫刻美術館は北海道旭川市にある美術館。旭川市にゆかりのある彫刻家、中原定次郎の作品を数多く収蔵し、彫刻に関連した作品の展示や企画展、講座などを開催している。美術館の建物は1994年に彫刻美術館として開館する以前は、 旭日川市立旭日川郷土博物館として使用されており、さらにそれ以前は旧陸軍第7師団の旭日川開港者として使用されていた建造物である。建物自体は旧旭日川開港者としても知られ、1989年に国の重要文化財に指定されている。旭日橋や平和通海物公園などとともに旭日川発景の一つでもある。 六角堂と中原定次郎記念朝日川市彫刻美術館美術館は中原定次郎の彫刻を中心として多くの彫刻作品を収蔵。中でも若きカフカス人は中原の代表作である。1970年には朝日川市が優れた彫刻作品に贈る賞として中原定次郎賞を創設。浅川市で贈呈式などが行われ。 2003年からは、選考委員を大幅に刷新して、委員会の開催場所を旭川市に移すとともに各年開催となった。館内には、この中原定次郎賞を受賞した作品の数々も、常設展として展示されている。その他、子供彫刻教室や彫刻写真展など彫刻にまつわる事業も実施。全体として、彫刻の街、 朝日川を全面に押し出したテーマとなっている。2002年7月には彫刻清掃ボランティアの会、朝日川彫刻サポート隊が発足。朝日川市内にある彫刻への清掃活動と、鑑賞会開催などを無上で行っている。その他、館内に設置されている喫茶店やミュージアムショップの係員もボランティアによるものであり、こちらはボランティアの会、 ミューズによって活動が行われている。2005年7月30日には、館内でミュージアムコンサートが開催され、旭川古学コンソートによる演奏が行われた。また、美術館には、井上康式年館が隣接している。六角堂1896年、北海道札幌市へ、トンゲン兵を中心として編成された、陸軍第七師団が設置される。 それから4年後に第7師団は札幌市から旭川市に配置を移すこととなり、陸軍省臨時建築部の指揮の下、師団の生活する家屋と共に、商工たちの社工場、旭川師団商工集会所として1902年に建設された。木造2階建てで半円形の玄関など、当時の北海道としては珍しい先進的な洋風クラブの建築物であった。 この建物は、四団将校たちへ向けた集会所、社交場や迎賓館となる目的で建設されたもので、当時は建物前提の入り口に門も取り付けられていた。王子には、皇太子時代の大正天皇や昭和天皇の安在所としても使用され、遺言があった。その後1945年に第二次世界大戦で日本は敗戦。終戦当時は、 アメリカ軍の将校たちが集まる将校クラブとして使用された時期もあったという。旭川会校舎は1949年に管理元を国から旭川市へ移譲となり、周辺学校の仮校舎として使用されるなどした。1968年に建物は建てられて間もない、初期の外観を復元するために修復工事が行われ、 旭川市立旭川郷土博物館として新たに開館したが、1976年にも大規模な補修工事のため半年以上休館した。1993年に郷土博物館が新しく完成した旭川大雪クリスタルホールへと移転することが決定。そのため歴史ある建物を残し、1992年に活用するために旭川市に ゆかりのある彫刻家、中原定次郎を記念する施設への転用されることになり、1994年6月1日に、現在の中原定次郎記念朝日川市、彫刻美術館へと生まれ変わった。1989年5月19日、その建物の歴史やデザインなどが認められ、国の重要文化財に指定された。朝日川市において、 重要文化財に指定された建物としては初であり、同時に唯一のものとなっている。2002年には旧旭川和開校舎が建設されてから100周年を迎え、11月3日から旧旭川和開校舎100年記念展を実施した。1998年8月から外壁改修工事を始め、1999年7月に完了している。 2012年1月末で一時休館となり、2015年までの予定で大規模な改修工事が行われた。改修工事終了後、2017年10月8日にリニューアルをオープンした。美術館には井上康式年館が隣接しており、共通券を購入することで、双方の施設を見学することができる。市長国美術館。 開館10年事業、小木原森江天を断念新年度厳しい財政が直撃、中原定次郎素描展に変更。北海道新聞。日本の代表的彫刻家の作品多数朝日川で、今日から中原賞40周年展。北海道新聞。中原定次郎賞朝日川で、初の選考会委員の顔ぶれも一新。北海道新聞。開校者物語。 北海道新聞。開校者物語。北海道新聞。旧旭川開校者が彫刻美術館に1994年度目度。北海道新聞。歴史たどる貴重な資料90.9旭川。開校者建築100年で記念展3日から森。郊外の掛け軸も。北海道新聞。姿隠す。白亜の伝道重要文化財の旭川市。 彫刻美術館外壁回収始まる。北海道新聞。13年ぶりの回収終了旭川市、彫刻美術館白和の館輝き再び。北海道新聞。旭川市彫刻美術館今月末で一時休館。大規模回収15年を春開館目指す。北海道新聞。旭川市彫刻美術館リニューアルオープン。旭川観光コンベンション協会。 2019年6月15日、閲覧、ありがとうございます。